はい、良い子のみんな、お相撲は親御長のお兄さんヘビリンだよ、チェックというわけでございまして、改めまして大人の皆様こんにちは、ヘビリンザーマスマよ。さあ、ヘビ像のお待ち遠さま、大相撲今日の親御長、このトーニョインパルチクの野郎って、そういうこと言っちゃいけないザーマスはよって言ってるザーマスはね。さあ、今日もですね、大相撲名古屋場所の5日目が終わりました。さあ、今日の反省とですね、6日目の明日ですねのちょっと考察を行いたいと思います。ラジオ配信です。でも今日もお耳とお目目を拝借いたすザーマスはよ、よろしいザーマスかしら。それでは番組スタートです。よろしくどうぞ。はい、そういうわけでございまして、改めましてこんにちは、ヘビリンザーマスはよ。ですね、オープニングのBGM がですねちょっと変わりました。はい、ちなみにこれはですね、ヘビリンの作詞作曲でございます。いかがでございますでしょうか。もっと聞きたい、聞きたい方は聞かせてあげるザーマスはよというわけでございましてですね、さ、ま、冒頭のねちょっとこの辺のお話はあれにいたしましょう。今日もですね、令和4年大相撲名古屋場所の5日目、が終わりました。今日のね、私 の, そのピックアップの結果というのは、まあ、半分当たって半分外れちゃったということでですね、ちょっと確認しておきましょうか。錦富士君と阿鼻子君がやって、これは錦富士君が勝って、もらいました。青山君と、岩崎の弟君がやったんですけども、弟君の方が勝っちゃって外しましたとさ。はい、そしてですね、大波くんとおいっこちゃんがやって、やっぱり大波くん勝ったということで当たりましたねと。で、そしてこの肝心のテルヤンもうあれなの、大丈夫なのと、こういうふうになってるわけざますわね。はい、まあ150万の金どこ行っちゃったのかしらというわけでございましてですね、今日昨日ね、この5日目のね取り組みでなんか面白いことがあったんざますわよ。っていうのはですね、これ後任はねちょっとあえてピックアップしておかないでね、もうこれ完全にねもう軽い親王朝だと思っていたものですからね、あれだったんですよね。はい、あ、これ、5日目4日目か、三竹ちゃんとキリバ君がやったお相撲でパタッと終わったらね、観客のお客さんがね八百長だっていう言葉が入ったざますはね。まあ、それ以上何もなかったんですけどもね。それからもう何ざますの、三竹ちゃんが動揺しちゃって全然お相撲にならなくなって、今日も負けていたということでございます。はい、それではですね、明日の6日目じゃんということでちょっと確認しておきましょう。そしてですね、6日目の、幕の内の21番、ちょっとお話ししておきましょうか。はい、ではいきますよ。錦富士君に千代丸君、はい、豊山に東白龍、大奄美に王鵬、ピン山本に咲ちゃん、阿鼻子君に千代翔馬、照強にゲイ、琴勝峰に緑富士、宝富士に明生、栃ノ心に琴恵光、沖の海に志摩ノ海、千代大龍に北斗富士、錦木に翔猿、遠藤に佐田の海、若元春に碧山、琴ノ若に隆の勝、おいっこちゃんにヘズマちゃん、若隆景に霧馬山、逸ノ城に御嶽海、佐藤君に宇良、大栄栄店に正代君、そして結びがテルピーに玉鷲ということになっております。ですね、そこでちょっと、幕の内、5番ほどピックアップしておきました。剣翔君と千代翔馬君、40万で剣翔君でちょっと星を調整します。若元春君と、碧山君をやると星で合わせて若元春君、大波君と霧馬山君、60万円で大波君買い取り親王朝。そしてここですね、イッチー君と JA、これやっぱり今ね、ちょっと先ほどお話ししましたけども、 JA 君がどうやらお客さんに親王朝がバレた、まあ、バレたって言っても別にその何ですか、謝罪会見とかそこまでするんじゃないんですけど、お客さんがだんだん見破ってきている。でお客さんがそれをね、
会場でね発言しちゃって、それがテレビの中に入っちゃったんですね。八百長だって言ってるんですよ。もしねあれだったらご確認していただくといいと思いますよ。何かしらねその取り組みの YouTube だとかそういうもののアップの中にあればね、八百長だって入ってますから。その時のね、JA 君の顔ね、結構ね、目が動揺してましたよ。目が泳いでたって、えってバレたのっていう感じなんですよね。ですだから今回はイッチー君優勝させるのにもうしょうがないから星回して勝たしちゃうのかなという、 JA ちゃんがもし大関陥落してもっていうね。まあもう JA ちゃん出羽海継承は間違いない。とりあえずは引退したら山科か出来山名乗って、その後最終的に出羽海を名乗るのかなと思いますね。はい、そして、結びですね、テルリンとワシ、これはもう150万円で決まってるザーマスはよというわけでございます。まあでもね、お相撲のよもやま話ということで、まあちょっと何回もしつこく言っています、申し訳ございませんね。お客さんがね、なんか今日もすごかったらしいですね。半分から後ろがガラガラだということで、もうお相撲のコンテンツっていう自体がね面白くないということで、視聴率も良くない、お客さんももちろん会場に来ないとなるとですね、今度テレビ局の方でいよいよ考え直さなくちゃいけないというのはですね、来年令和5年の9月以降ですね、NHK が、受信料の集金業務を廃止します。はい、これはもう決まりましたということになるとですね、 NHK は受信料を徴収する方法をちょっとまた新しく考えなきゃいけないっていうんでね、何ですか、郵送方式に変わって勝手にお客さんのうちに届けるようになるとかっていう話がまだ本決まりではありませんけど、なんかそんな形になるんじゃないのと。ただ直接集金に来ないわけですから、もうね脅されたりなんだりっていうのはなくなる。それと受信料の徴収率っていうのも落ちるでしょうね、そうなってくるとね。でそうなりますとですね、今お相撲の協会に、 NHK がお相撲の協会にね、年間支払っている放映権料っていうのはおいくらですか。一場所5億円ね、5、6、30、30億円プラス消費税の3億円、33億円払ってるわけです。でこれはねもう今 NHK も大変になってきたね、そして国民の生活もいろいろなね、こういう流行り病とか経済がね陥落こう墜落していくという中で、まあちなみに、今日の1ドルは139円ぐらいかな、となりますとですね、今年の1月から考えて約半年で25円ぐらい円安が進んでるんですね。ないですよ世界的に見て、戦争してるわけでもない何でもない、普通に国家としてね、政府している国がですよ、たった半年の間に25円もですよ円安が進むって、そんなどんな紙幣なんだよこの国の紙幣っていう。ですからもうそれだけ日本の経済が疲労しているというか、まあ、衰退していくというか、貧困化していくかっていうのがもう目に見えて分かってきたっていうですね。ちなみにね、ロシアのルーブルって言ったって、あれは自分たちのね、何ですか、東側諸国ではいろいろ言われてるかもしれませんけど、こちらのね西側諸国では何の価値も下がってないですからね、あれ不思議なもんですよ。でもそういうもんなんですね経済っていうのはね。だからまあヘビリン別に経済の専門家の先生じゃありませんけれども、ああこういうことなんだねと思って見ています。それに比べて円というのは随分だらしないもんだなと。まあこれはあれでしょうね、日本の経団連、腐る経団連、バカクソ経団連、そういうことでね、オクソ経団連とか日本のねクソ自民党、そういうこと言うと怒られますね、オクソ自民党、まあそういうふうにね人たちがちょっと失政をしたんじゃないですか。でも失政してもね、国家の元財相がなんと秋口に国葬をするということでですね、日本相撲協会からも行くみたいですけどもね、アホちゃうかお前ら本当にって、こういうふうになるわけじゃありますけども、そういうこと言ってはいけませんね。というわけでございましてですね、まあ一体この名古屋場所どうなるんでしょうかね。まあ昨日ねお話をさせていただきました、相対評価曲線と絶対評価曲線のお話もあるんですけども、今日はちょっとね、それはやめておきましょう。
まあだってテルーピーがだって今日負けてますんでしょ？で3勝2敗、ね、ちょっと今ねここで確認しておきますよ。大関でいきますとね、テルピーが3勝2敗、はい、正代君1勝4敗、佐藤君3勝2敗、御嶽ちゃん、JA ちゃんが2勝3敗、ね、関脇は、はい、大波君が2勝3敗。ああ、これもダメなんじゃないのって。んで、上位陣見たって、おお、もう今、今日で全勝しているのは、イッチー君だけですね。一人になっちゃいましたね。いや、すごいです。あとはもうみんなね、もうこれ、よくね、言うのはね、こういう星の潰し合いって、違うんですよ。相撲協会ちゃんというかね、今相撲協会ちゃんお金にならないでしょ？お金にならないと力士にあんまりお金出せないわけですよ。お給料以外あまり出したくない。そうなりますとですね、下手に大きく勝ち越すと、あれ1点につきね、5000円、勝ち点1点で5000円なんですよ。ですからね、あまり出したくないんで、星のね、勝敗数をね、ある程度均等化して鳴らすんですよ。レベリングするんです。わかるかな？わかっていただけますかね？これはね、本当は直接ね、レクチャーをね、聞きに来ていただくとね、ヘビリンがね、ちゃんと黒板でね、上手にね、パワーポイント使いながらお話ししたりするわけなんですけれどもね、まあ、それもですね、おいおいですね、夏季特別演習という形でやっていきましょう。はい、それではですね、まあ、本当にクソくだらない、そういうことなんですよ、おくそおくだらない名古屋場所でございます。まあ、こうやってやってですね、どん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 ですね、お相撲のですね、なんでしょう、コンテンツとしての人気っていうのかな。そういうものがだん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 落ちていく、落ちぶれていく。ね。そして、まだそれでもこいつらね、給料下がらないですからね、大したもんざますはね、まあ、まだまだ、今年の2月の発表ではね、296億高の余剰金ありますけど、今年はさ、どれぐらい減るのかしらって言うと、僕が予測立てるんではね、名古屋場所がこのします。名古屋場所はこの調子でいくと間違いなく赤字でしょう。赤字になると思います。でもね、東京ユナイトとかっていうのでね、多分国技館を貸し出したりなんかするってことでね、政府がね、補助金を出すんざますわよ。いくら出すんだかって、それも調べてちゃんと報告するざますからね、お客様楽しみにしておいてくださいね。なかなか相撲は潰れないざますわよ。でも、ヘビリンは諦めません。私は諦めの悪い執念深い男ざますからね、相撲協会解散せよ、相撲協会をぶっ壊す。あ、これすいません、申し訳ない、誰かの真似になりました。僕、そこの、別にそこの政党を支持してるわけではありませんからね、誤解しないでください。な、真似になっちゃって申し訳ございません。ではこういきましょうね。相撲協会をぶっ倒すっていうか、あれ、どっかで聞いたことあるかな、これも。どっかで聞いたことある。ぶっ壊すは真似ですから、これはもう本当にいけません。真似はいけません。パクリはいけません。誠に申し訳ありません。ですからね、相撲協会をぶっ倒すって、これどうでしょう。ダメ？相撲協会解散せよ。これもいいですね。まあ、そういう形でいきたいと思います。さあ、それではですね、ご挨拶しときましょう。はい、姉ちゃん見てるか？ね。はい、そういうわけでございましてですね、また他にもですね、ちょっとお時間が本当に今日はないです。ということでございましてね、お客様ね、川原さん、お元気ですか？瀬戸内さん、お元気ですか？松山様、親方、貴重なアドバイスと、ご教示ありがとうございました。おかげさまで、JA ちゃんの、ね、親お蝶のあれ確認することができたざますわよ。それちょっと今日お話しさせていただきました。ちょっとね、松山親方様のね、お話をちょっとかっぱらっちゃって盗んじゃって申し訳ございませんざますわね。でもちょっとネタにさせていただきました。ありがとうございます。それではですね、他にもおコメントいただいたお客様、誠にありがとうございます。ちょっと時間の関係上、割愛をさせていただきますことをどうぞお許しください。それではちょっとね、今日お時間ありませんので、この辺にさせてください。しときましょう。エンディングでございます。花田勝氏が、御嶽ちゃん、とうとうお客さんからやじ飛んだわね、八百長だって。あれ、びっくりしたざますわね。あれ、もっともっとお客さんね、騒げばよかった。あれ、東京でやってもらったら、ヘビリン見てたら横でもっとやったざますわよ。ヘビリンね、ちなみに以前ね、ハンドマイク持ってやったことあったんざますわよ。ハンドマイク持ってね、末席でね、お前ら八百長だ、この野郎って言ったらですね、職員の方にですね、つまみ出されたことがございました。はい。
先生やめてくださいもうこういうことって、なんでやめなきゃならないんだってこういうふうに言ったことがありましたけども、ヘビリンはいかがなものかと、でもまた時期が来たらヘビリン凱旋ぶっかけるザーマスはよ、また国技館の中で凱旋ぶっかけるザーマスはよ、ハンドマイク持っておめえてめえらやおちょこの野郎ってさっさとくたばりやがれってそういうこと言っちゃいけないザーマスはねっていうことでございまして、そういうこと言っちゃいけませんね。とにかく今回からはねヘビリンもお言葉をおきれいにするザーマスはよ、よろしいザーマスはね、ですからお客様もお言葉をおきれいにするザーマスはよ、お上品にお品よくね、そういうふうにいかないといけませんね。いかがなものかとなんとかって言われてると、いかがなものかとになるんザーマスはよね、というわけでございまして、また明日私が殺されなければお会いいたしましょうね。それではまたお会いできたらかな。ごきげんよう。